先生、またコレットが。大変だわ。とにかくすぐに休ませましょう。野営の準備だ。ええ、それにしても封印を解放するたびコレットもつらいわね。差し詰め天使疾患とでも言うのかしら。コレット大丈夫？うん、またすぐに治るから。お前、謝るの禁止な。ごめんなさい。コレット、起きてたのか。なんか眠れなくて。良くなったって言っても倒れたんだからちゃんと寝なくちゃダメだぜ。うん、でもな。ほら、クラトスさんだって起きてるし。あいつは熱の番をしてくれてるからいいんだよ。お前は寝るんだ。うん、よし、じゃあおやすみ。うん、私の分も素敵な夢を見てね。どうしたのだ。そろそろ封印解放ってのにも飽きたか。違うよ、俺ちゃんと村の人たちとか犠牲になった人たちのこと忘れてねえよ。ならばいい。ごめん、つい。たった一つの過ちが全てを滅ぼすことにつながるかもしれん。お前にとってのこの旅の目的を考えてみるといい。ロイド、ドアを問いただしてどうするつもりなのだ。そんなの分かんねえ。ただこのままにしておくわけにはいかないし、会って話を聞かないと何も分からない。きっと何か理由があるんだよ。そうか、ならばパルマコスタに急ぐとしよう。そうだな。うん、どんな真実が待っているか。一気に行くぞ。援護するわ。援護するわ。ここに集えて神の御心を示そう。エンジェルフェザー。簡単だったね。
妻は、クララはいつになったら元の姿。に戻れるのだ。まだだ。まだ金塊が足りないからな。だんだん少なくなってくるな。これが精一杯だ。通行税に住民税、マーテル教会からの献金、これ以上。まあよかろう。次の献金次第ではマグニス様も悪魔の種子を取り除く。お父様、もう少しだ。もう少しでクララは元の姿に戻れるのだ。漁業の漁。どういうことだ。なんだよその面は。まるで。ねえロイド、そのセリフありがちだよ。うるせえ。なぜ巫女たちがここに。ニール。ニールさんはいなくてよ。そうか、ニールが裏切ったのか。あんたの奥さんがどうしたってんだ。人質にでも取られ。人質だと笑わせる。ここにいる。うわっ、な、何この化け物。泣いてる。あの人苦しいって泣いて。化け物なんて言っちゃダメだよ。まさか。そうだ。だから亡くなったことにしていたのね。父が愚かだったのだ。リザイアンとの対決姿勢を見せたために、先代の総督だった父は殺され、妻は見せしめとして悪魔。私が奴らと手を組めば。それじゃああんたはこの町の人を知ったことが。所詮リザイアンの死はこれとな。巫女が世界を救ってくれる。巫女の再生の旅は絶対ではない。前回それにこの町の者は私のやり方だ。私が。黙れ。何がお前のやり方だ。あんたの奥さんは確かにかわいそうさ。でもな、あんたの言葉を信じて牧場に、あんたの奥さんのようにされた人だっているかもしれないんだぞ。黙れ小僧。自分だけが正義だと思うな。ふざけろ。正義なんて言葉、ちゃらちゃら口にすんな。俺はその言葉が一番嫌いなんだ。奥さんを助けたかったのは、薬でも何でも探せばよかったじゃないか。あんたは奥さん一人のためにすら地位を捨てられないクズだ。ロイドやめて。みんなが強いわけじゃないんだよ。だからもうやめてあげて。コレット、その薬っていうの私たちで取ってきてあげよう。そうしたら総督だって。私を許すというのか。あなたを許すのは私たちではなくて町の人です。でもマーテル様はきっと。マーテル様はあなたの再生を待っていてくださるの。私の中。バカバカしい。人間ごとき劣悪種にマーテル様が救いの手を差し伸べてくださることはありません。何をするんだ。お父さんでしょ。どうしてこんな。ふざけるな。私はディザイアンを滑るご聖人の王様、プロネーマ様のしもべ。ご聖人の一人であるマグニスの新たな人間培養法とやらを観察していただけ。優れたハーフエルフである私にこんな愚かな父親などない。愚かな父親ですって。愚かではないか。娘が亡くなったことも気づかず、化け物の妻を助けようとありもしない薬を求めるなどと。こいつ許せない。油断するな。愚かに。ミステル。
姫さん、エンジェルフェザー。面白い。魔人的に生きてる獅子戦闘タッハッハッフ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 ッ魔人的実際に魔人的魔人的一度いて神の心を失うエンジェルフェザータッハッハッ獅子戦闘魔人的魔人的ここに集えて神の御心を示さ死戦闘をするなグッグッファーストリスハッハッハッ死戦闘ハッハッハッ天の死は聖のプラスハッハッここに集えて神の御心を示さエンジェルフェザー無理をするなファーストリスハッ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 ここに集い神の御心を示すエンジェルフェザーそれファーストエイドファーストエイド援護するわしい真似を無理をするなタラストリューそんな…フラメーマ様…はっけ勝ったのかバカなならばせめてこの怪物を放ち